どうもこんばんは。こんばんは。お名前の方お願いいたします。瀬川愛理です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、厳しい冬ですが、はい、愛理ちゃんのゴルフもだいぶ厳しいですね。動画でいろいろ今まで言ってきて、その動画で出してない以外のところでね、だいぶ厳しいことを言って、はい、愛理ちゃんを何度泣かせたことかっていうまあはっきり言いましたけど、はい、まあ、プロゴルファーになるのは無理です。はい、もう断言、まあ、最初から 0% って言ってるんで、まあ、改めて無理だなって思いました。ここ数週間やってね、はい、まあ、笑って話していいのかもうね分かんないけど、まあ、それはもう無理だっていうことなんだけど、愛理ちゃんがなりたいって言うんだから、まあ、やれるところまではやろうと。でも輝ける場所はそこじゃないって思ったら、それは目標を変えなきゃいけないよっていう、このチーム第一プロジェクトっていうところに愛理ちゃんが来て、はい、やる上では僕は愛理ちゃんの愛理ちゃんをこうゴルフで成功させるっていう責任を担ってるんで、それはできないことに対して応援し続けるってことは間違ってると思ってるから、はい、やってみないと自分自身が納得できないんだったらそれをやってみるしかないよねっていうところは応援してるよっていう、うん、ただ指導者としてこのねプロジェクトの、まあ、愛理ちゃんのこう責任を背負ってるものとしては無理なんだよってことはちゃんと伝えなきゃいけないっていう。まあコツコツとやるしかないです、はい、焦らず、うん、ね、泣くほど悔しいわけでしょ。でもそれは目標が間違ってるからだよ愛理ちゃん。実際そうやって涙するのは一番最初に言いましたよね。だから苦しいよって、その目標は、はい、その自分で追い詰めることになるよって。上を目指せば目指すほど自分に厳しくなるしかないし、僕もそれを言うしかないし、それに対して本当に苦しい思いしかないよっていうのは最初に言いましたよね、はい、うん、でもそれでもこう急にはうまくなれないから、まあ慣れる人も中にはいるかもしれないですけど、まあ、急にはうまくなれなくて、はい、うん、だからどっかで僕自分は違う目標にしなくちゃいけないんだなってならないと、アリちゃんがせっかく輝けることがあるのに、まあ、間違った方向に行ってほしくないんで、まあ、こう言うしかないですねいや普通は泣くことじゃないんだよ別にね、はい、このうまくいかなくたって。だどっかで自分がそのアリちゃんのプライドの高さなのか、うん、そこはその涙してる本当に根本的な原因っていうのは全てを僕もね分かってあげられないけども、別に僕から見てるとしょうがないっていう、しょうがない。愛理ちゃんは別に愛理ちゃんだし、だからプロになれる実力は持ってないよって、はっきり言ったらそう 言ってあげることが愛理ちゃんのためだなって思ってるから、頑張ればプロになれますよ、誰でもなれますよっていう世界じゃないしね、はい、うん、うん、そこはだからもう一回、まあ、やれることは当然まだ一応期間中ってことでやりますけど、愛理ちゃんが輝きたいって思うんだったら別の道を考えようねって常に言ってることなんで。ただもちろん練習の中で愛理ちゃんがこれ分かんないんですけどって言えばね、それはもちろんアドバイスも当然していきますし、はい、応援はしてるんだけども、まあそれもできないことをね僕もやれって言うわけにはいかないんで、まあみんなもね優しいから、研修生のみんな愛理ちゃんに教えてくれるから、まあ一人の問題じゃないよってことも分かんなきゃいけない。みんなの時間を使ってるわけだし、うん、自分の手止めて練習する手止めて愛理ちゃんに教えてくれてるっていうのは、まあ、愛理ちゃんが一生懸命だからなんだけど、まあ、そのみんなの時間もね、まあ、言い方は悪いけど奪ってるっていう、何度も言ってるけど、まあ、愛理ちゃんは別の道で輝けると思ってるからこそ、まあ頑張ってほしいけど頑張る方向性は違わないように、間違った方向に行かないようにしてほしいかなって。まあ今こう練習してても、はい、そもそも100切る切らないってそういう戦いだから今現状ね、はい、その先のことをまだ言える状況じゃないんで、うん、うん、まあ、厳しいよだから、うん、目標高く持つと苦しいよ、楽しくないよやっぱり、うん、楽しいです、楽しいな、はい、まあ、まあいい意味で裏切ってねとは言ったけど、なかなか世の中そう現実うまくいかないなっていうこともあるから、それもまあこれから学んでいくことの一つかなっていう意味で
まあ、2月までは頑張ってみなさいと、そこに向けてね、グーンって上手くなる人とちょっとずつ上手くなる人の差っていうのは必ずあるから、それは仕方がない。はい、うん、間違った練習にだけならないことがやっぱり大事。もう一回半年間振り返ってみて、同じこうね間違いの繰り返しになってないかなっていう、まあ、僕毎回言ってますけど、はい、気づいたらやっぱり自分の良くないルーティーンになってるよっていうね、シリアスな話に毎回こうなっちゃうんだけど、はい、うん、別に真剣にまあ応援してるからこそ僕はこういう話をしてるんで、頑張りましょう。もうちょっと頑張ります。もうちょっと頑張ろう。まあその先はまたその時考えて、一応プロは目指したけど無理でしたっていう結末は、うん、まあ間違いないです、断言します。それはアイリちゃん、僕は今それをちゃんと伝えることがアイリちゃんのためだと思ってるから、プロにはなりません、なれませんっていう、うん、いつまでそれを続けるんですかっていう、この間も言ったけど、まあ、この話ずっと長くなっちゃうんですけど、ね、5年後10年後もまだプロになりたいですってやってていいのって、それでいいなら別にそれはいいと思う。10年後20年後もプロになりたいですってやってるなら、それはアリちゃんの好きな人生を選ぶべきだと思うし、でもそれは嫌ですって思うんだったら、今から、ね、こう成功へ向けて正しい目標を設定するべきじゃないのっていう、はい、ね、ところはちょっと私からの、まあ、私の気持ちとして分かってほしい部分かなっていう、はいはい、こんなねアリちゃんが毎回ね、はい、泣くようなこと言いたくないんですよ僕だって。いや私が悪いんですはい、皆さんに一言言ってください最後。え、もうちょっと頑張ります、てか頑張りたいです、まあね、本当に、うん、現実と、まあ、こう理想は違うっていうことをね、はい、まあ、自分自身どっかでちゃんと区切りはつけなきゃダメだっていう、なんか毎日いや現実と理想は違うなって、うん、日に日に思います。そう、いろんな人いるから、うん、その死ぬまで夢を追いかけてる人もいる、それは別にその人の人生で、やっぱりこう自分のやりたいことを全うするべき、うん、人がそれに対してとやかく言う問題じゃないと思う。ただそうなりたくないとかね、まあ、このプロジェクトにいる限りは僕も愛理ちゃんの今後をねちゃんと責任を持って接しなきゃいけないんで、そういう厳しい意見になりますが、はい、うん、終わんないんで、一生終わんないんで、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、見守ってあげてください。皆さんご意見はあると思いますが、よろしくお願いいたします。